どうも日本一です。今日はまた引き続きサガネダブルス人気のドクター巨頭さんに来てもらってます。よろしくお願いします。お願いします。前回ですねダブルスやりましたけれども、はい、テニスはねやっぱシングルスじゃないですか。まあやっぱりね男は黙ってシングルス、はい、後ろに変なやつもいますけどね終わるまでやっといてもらいましょう、はい、まあ、今日はシングルスの10ポイントタイブレイク、はい、2人で試合してもらいます。いやいいですね。シングルのイメージあんまりないですけど、はい、どうですかね、まあ、ちょこちょこやってるのはやってるんで、ね、月1回大会は出てるんで、ああそうですね、ちょこちょこはできるかな。じゃあバッチバチのシングルスができるということで、ただ、まあ、普通にやっても面白くないんで、これ11枚、ちょっと見えたかも。2ポイントごとにさっき見せたカードを引いてもらいます。でそのカードに沿って2ポイント縛りでこなしてもらいます。おー、2ポイント終わったらまた真ん中集まって引き合ってっていうのをやっていきます。もうガチでまだ何も見せてないんで、はい、おもろいやつもあれば厳しいやつもあるので、同じの引いたら一生同じのやつ、やばいな、それやばいなっていう感じでちょっとねやっていこうかなと思います。はい、ではやっていきましょう。お願いします。じゃあまずサーブ機の方で決めてもらいましょう。はい、じゃあリッチからアップで、アップです。リターンでサーブの方からじゃあカード引いてもらいましょうか。はい、はい、これもう隠しといた方がいいんかな。うわーチキル、これでも怖いな、うん、うわー、はい、せーの、はい、はい、うわ、おお、あ、まあ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 、うおこれはお、これはいいんじゃないかな。なるほど、リターン、はい、ここがしまった。2ポイントそれでやってください。はい、それでやってみましょう。はい、ああ、はい、今1-1です。はい、じゃあカードを引いてもらって、この2ポイント取りたかったな。せーの、はい、うわ、やった。スピンのみと特殊ラケット、あ、いいですね。はい、持ってきました。これです。古いラケットをもう、はい、これはジュニア用のラケットですか。そうですね、ラケットですね。やっぱちょっと短い感じで、ここはちょっと確実に取りたいかな。じゃあお願いします。はい、3対1。では引いてもらいましょう。せーの、はい、なんでやねん。じゃあ一発目、お願いします。チャラポアの打つ時のモノマネ言います。はい、行きます。え、もう一回行くの。まあ、持ってきたんでね。せっかくなんで。もう一回これで、もう一回一発目やったらやばくない？せーの、ほい。そう。あー、スライスね。別に一発ゲームいいっすよ。いや、やりまーす。はい、行きましょう。あ、どうします？ 3 点にします。あ、3点にしましょう。一回3点にしてよ。せーの、はい、お、また。これはさっきこれで点落としてますけど、ね、いや、ほんまにここで取らないとね。
4-5 まで追いつきましたね。ここ大事。せーの、ほい、出た。出た。やばい。え、これは何？これはですね、これはポイント取ったら2点入ります。はい、取られたらマイナス2点です。やっぱだから2ポイントやから全部取ったら終わりや。全部取ったら終わりっすけど、全部落としたら、ま、はい。頑張ろう。日本さん、僕、忘れてて、マイナス2点と、相手に1ポイント入るんで、1回落としたら、3点差広がります。はい。あ、頑張ってください。ゼロ。あ、それが分かったね。辛すぎる。辛すぎる。よし。終わり？まだ。マイナス2対8。マイナス2対8。よし、頑張ろう。はい。12ポイント取ったらいいやろ。せーの。ポイントだ。なんですかね、これは。これ左手で打ってください。で、特殊ラケットと。で、マイナス2対8。これ勝ちですね。はい。ポイント2倍。ポイント2倍引くしかない。せーの。はい。はい。バックハンド。あ、特殊ロケット。まあ。はい。じゃあ、これです、これ。こっち。ちょ、ちゃんと用意してきたんで。あ、はい、これよ。これ、めっちゃいいでしょ。優しいな。よし。頑張る。じゃあ最後真ん中に集まってもらって、はい、ラケットで挨拶の方を、あ、坂根さんの勝ちということで。くじの引きが悪すぎて罰ゲームありますよね。これはもうそうだね。でもせっかくなんで一緒にやりたいかなとちょっと思ったり。大丈夫です。じゃあ僕だけ。僕今日めっちゃ優しいです。施術をせっかくなんで、そうですね、恩返しというかコラボしていただいたので、負けたんでタダでやってあげてください。そうですね、それもちろん。それが罰ゲームということで、ありがとうございました。ありがとうございました。あー、肩痛。あー、お願いします。いや、ちょっとタク、違う、お前じゃない。え、坂根さんやから。ちょっとどいて。お前は別にどうなっても大丈夫。はい。あ、じゃあ坂根さんどうぞ、こちらに。ありがとうございます。罰ゲームなんで上向きです。体柔らかいですか？意外と柔らかいですね。結構この膝伸ばした状態でこう上げてって、まあ、一応教科書上ではこれよりもうちょっといくぐらいなんですけど、結構このまんまでもいってるので。もうちょいいけるかもしれない。もうちょいいける。僕は知らないですけど。無責任。坂井さんどうですか？痛いですか？
涙出てきた。あ、安心してください、はい、あのこの司会者もう次の動画で僕がしっかりやっとくんで今日は耐えてください。私の罰ゲームが分かんなくなってきました。じゃあこのまま締めてください。すごい光景ですが、まあ、皆さんこの動画がいいなと思ったら、あと施術してほしいなと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。坂田さんでした。僕も罰ゲームに施術入れますわ今度。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。しっかりやります。